不思議な形をした小さな惑星、名前は CPN315。小さくて可愛いコピミンたちが平和に暮らしています。綺麗なお花がいっぱい、幸せすぎました。しかもどれも新鮮ですごく美味しそう。マリミン素敵な場所を見つけてくれてありがとなんよ。いいってことよ。まあ見つけたのはほんとたまたまなんだけどな。そうや、こんなにお花があるなら、他のコピミンも誘ってみんなでお花パーティーするってのはどう？それは楽しそうなんだぜ。解散形なのです。それじゃあ私と星ミンで白ミンと黒ミンを誘ってくるんよ。マリミンはレイミンを誘ってきてくれる？ああ、わかったんだぜ。ヒロミンとクロミンはどこにいるですか？多分いつもの広場にいると思うんよ。広場はあそこにある橋を渡って森を抜けたところね。わかり申した。よいしょよいしょ、もうちょっとで森を抜けるのです。あ、ヒロミンとクロミンいました。星ミンとユリミン、こんにちはですの。こんにちはなのさ。こんにちは。こんにちはです。何かあたいたちに妖怪？マリミンが広いお花畑を見つけてくれたんよ。どのお花も新鮮で美味しそうやから、みんなでお花パーティーしたいなと思ってね。パーティーのご招待？それはすごく素敵なお誘いですの。もちろん参加するじゃん。よかった。それじゃあ早速パーティーの準備をするんよ。すごく美味しそうなのです。簡単ですけれどお皿に盛り付けてみました。シロミンセンスあるんよ。まあアタイの方がもっと綺麗に盛り付けできるけど、認めてやらないこともないじゃん。素直じゃないな。コピミン動画好きな人はチャンネル登録と高評価よろしくなのです。ベルマークを押して通知のオンも忘れなく。それからショート動画300万再生ありがとなんよ。そういえばマリミンとレイミンは来ませんの？いや、マリミンがレイミンを誘いに行ってくれてるんよ。でもなかなか来ないのです。確かに、私ちょっと様子を見に行こうかな。みんな遅くなってごめんなんだぜ。おお、噂をすればなんとやら。無事に来てくれてよかったですの。私がちょっとバタバタしてて本当にごめんなさい。バタバタ？何がありましたの？この前みんなを助けに行った時に乗ってたロケットあったでしょ？最近調子が悪かったからロケットの中を調べてみたの。そしたらとある部品がかなり錆びついててね、綺麗にできないかなっていろいろ作業してたの。レイミンってロケットの整備できるん？すごすぎるじゃん。えへへ、ありがとう。でも別に私は機械に詳しくないの。あのロケットを作ってくれた人がメンテナンス方法をメモしてくれてたのよ。私はそのメモを見ながらやっただけ。あのロケットを作ってくれた人？ってことは CPN315 に人間さんがいたのかい？そっか、みんなには話したことなかったわね。あれは数年前の出来事よ。私がお散歩してたら突然空からロケットが落ちてきてね、そのロケットに人間さんが乗っていたの。まだ子供だったけどとても頭のいい人でね、乗ってきたロケットは自分で作ったものだって言ってたわ。そのままいろいろお話ししてるうちに仲良くなってね、コピミンたちに何かあった時のためにってもう一つロケットを作ってプレゼントしてくれたの。まあそれ以降あのロケットを使うことはなかったんだけど、ちょうどこの前役に立ったってわけ。あのロケットは人間さんからのプレゼントだったのか。今私たちがここにいるのはその人間さんのおかげですの。ああ、感謝しなくちゃな。で、話は戻って錆びついた部品をきれいにしてたんだけどダメでね、部品を新しいものに交換したいんだけど、CPN315じゃ手に入らないもので作られてるみたいなの。その人間さんが住んでる世界にあるものってこと？多分そういうことね。めったにロケットに乗ることはないけど、またこの前みたいなことがあるかもしれないから部品を手に入れたいのよね。別世界でしか手に入らない部品か。ロケットってまだ動くには動くん？あと一回近くの星に行く程度なら大丈夫だと思うわ。なるほど。それじゃあみんなで人間さんが住んでる星に行くんよ。みんなで人間さんのところに？楽しい旅行計画。確か人間さんが住んでる星ってここからそう遠くなかったんよ。人間さんにお礼も言いたいし部品をもらいに行ったらいいんよ。言われてみれば確かにそうね。なんで今まで気づかなかったのかしら。レイミンぽっかりしてました。それを言うならうっかりですの。よし、みんなで宇宙旅行なんよ。星ミンワクワク、クロミンもワクワク。順調に動いてるね。うん、特に問題なさそうだわ。人間さんが住んでる惑星にはどれぐらいで着くんだ？あと30分ぐらいだと思うわ。ユリミンが言ってた通り結構近かったみたい。こんなことなら無理に直そうとせず、最初から人間さんのところに向かえばよかった。そうすればみんなを巻き込むことなかったのに。誰も巻き込まれただなんて思ってません。むしろみんなで宇宙旅行ができてすごく楽しいですの。そうそう、だから気にすることないんよ。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。星ミン2回目の宇宙。宇宙ってほんと綺麗なのさ。もしロケットが壊れて宇宙に放り出されたらどうなりますか？突然そんな怖いこと聞くんじゃないよ。放り出される？やだー。お
い、レイミン、何があったんだ？わわからない。どうしよう。皆さん落ち着きますの。幸いにも人間さんが住む惑星はもうすぐそこです。このまま着陸してしまいましょう。そんなの危険すぎるんよ。このまま宇宙に放り出される方が危険だ。シロミンの言う通りこのまま着陸するしかないんだぜ。よし、みんな集まるんだ。星民怖い。あたい怖くないもん。絶対絶命絶対絶命。みんな絶対に離れないでね。しっか、する、よ。よかった、目を覚ましてくれた。レイ、ミン、ここは天国？安心しろ、まだ生きてる。みんな無事でよかったんよ。近くの惑星までなら大丈夫だと思ってたんだけど無理があったみたいね。ごめんなさい、私のせいで。今日のレイミンは謝ってばっかりだな。謝れることはとてもいいことだけど、ここにいるみんな誰もレイミンが悪いだなんて思ってないぜ。そうですの。もう謝るの禁止じゃん。ですです。みんな、うん、ありがとう。ロケットボロボロになっちゃいました。あの衝撃やと仕方がないんよ。ちょっと部品を交換するつもりだったけど、ロケットそのものの交換が必要になりそうなんだぜ。そうなりそうね。とりあえずここを離れて人間さんを探してみるんよ。探してみるのです。一応目的地にしてた惑星に来ることはできたんだよな。ええ、そのはずよ。でも本当は大きな都会の近くに着陸する予定だったの。ここはその都会からは離れてるみたい。あ、大きいもんが見えてきました。ここが入り口か。結構大きい村やね。ここなら機械に詳しい人がいるかもしれないのさ。機械ワクワク。一時はどうなることかと思いましたが村の近くに来られてよかったですの。ああ、何もない森の中だったら最悪だったぜ。とりあえず人間さんを見つけて情報収集するのさ。あ、人間さん見つけました。ほんまや、すぐに見つかってよかった。早速情報収集じゃん。人間さんこんにちは。星民はコピミンの星民です。人間さんはロケットを直せますか？コピミン、本当にコピミンだ。誰かの知り合いか？私は初めましてなんよ。もしかしてあの時の人間さん？そうだそうだ、確か僕が会ったのは赤いコピミンだったね。いやー、またこうして会えてすごく嬉しいよ。私もすごく嬉しいわ。こんな偶然ってあるんだな。驚いたんよ。で、ロケットって言ってたけど、もしかして僕が作ったあのロケットのこと？ええー、実は中の部品が錆びついてたの。それで新しい部品を手に入れるためにこっちに来たんだけど、来る途中でロケット自体が壊れちゃったみたいなの。宇宙に放り出されるところでした。そうか、それは怖い思いをしたね。でもコピミンたちが無事でよかった。ロケットなら僕が直してあげるから安心してね。本当に？ああ、もちろんだよ。直るまで少し時間がかかるから、この村で待っててくれるかい？人間さんご親切でした。ありがとう。それじゃあお言葉に甘えさせてもらうわ。せっかくだから村を探検してみるのです。あたい探検大好きなのさ。知らない惑星の知らない村、すごくワクワクするんよ。わわ、お花発見なのです。いろんなお花が咲いてる。どのお花もすごく綺麗ですの。全部星民が食べちゃおうかな。さすがに村の人に怒られるぞ。ですよね。人間さんもお花が好きなんやね。コピミンと一緒なのです。まあ人間さんはお花を食べないだろうけどな。やだー、取ってよー。取って。あっちの方から聞こえてきたんよ。行ってみますの。ほら、泣かないの。また買ってきてあげるから。やだやだ、あの風船がいいの。困ったわねー。人間さんこんにちは。こんにちは、あなたたちは？星民はコピミンの星民です。コピミン。私たちコピミンは CPN315 という惑星に住んでる生物です。それより何かお困りですか？実はすごく困ってるの。私の娘が大事にしてる風船が木に引っかかっちゃってね。取ってあげたいんだけど、さすがにあの高さは届かないわ。諦めるように言ってるんだけど、娘はどうしてもあの風船がいいって言うから困ってたの。そういうことでしたか。大事な風船なんやね。そういうことなら私に任せてほしいんだぜ。コピミンのマリミンは他のコピミンより高くジャンプができますの。そういうこと。だからあの風船は私が取ってくるんだぜ。気持ちは嬉しいけど、さすがにあの高さは届かないわ。無理しなくていいのよ。大丈夫、まあ見ててくれ。それじゃあ行くんだぜ。高くジャンプ。さすがマリミン。これぐらい朝飯前なんだぜ。はい、もう飛ばさないように気をつけるんだぜ。すごいすごい、私の風船だ。あなたすごく高くジャンプできるのね。驚いちゃった。かわいい妖精さん、ありがとう。とんでもないこともない。それ私のセリフだよ。あの女の子すごく喜んでくれてたわね。うん、よかったんよ。わわ、お水があります。コピミンはお水が苦手ですの。落ちないように気をつけるのさ。はあ、困ったな。お困り？あの人よね。どうしたのかしら。声をかけてみようぜ。人間さんこんにちは。星民はコピミンの星民です。何かお困りですか？ここで釣りをしてたんだけど釣り竿が壊れちゃってね。私は魚屋さんをやってるから魚が釣れないと困るんだ。お魚屋さんのピンチでした。それは大変ですの。お魚、よし、それなら私に任せてほしいんよ。
そっか、青コピミンのユリミンは水に耐性があるのよね。うん、きっと役に立てると思うんよ。そこにある剣を借りしてもいいですか？ああ、大丈夫だよ。でも一体何をするつもりだい？ふふふ、まあ見ててください。それじゃあ行くんよ。おお、お魚さんいっぱいなのです。本当にユリミンだけで大丈夫か？大丈夫大丈夫。よし、頑張ってゲットするんよ。ふう、これぐらいでいいかな。さすがユリミン、あっという間にお魚さんをゲットしましたの。なかなかやるじゃん。えへへ、ありがとなんよ。お待たせしました。お魚さんゲットしてきました。すごいすごい、これで今日もお店をオープンできるよ。コピミンだったよね。本当にありがとう。いえいえ、お役に立ててよかったです。お店頑張ってください。ああ、頑張るよ。村の人たちのお役に立てて嬉しいわ。ロケットを作ってくれた人間さんに恩もありますから、私たちにできることはやっていきたいですの。ああ、そうだな。いてててて、これじゃあ仕事ができないよ。いててて、今のはあそこにいる人間さん、なんか困ってそうなのさ。声をかけてみますの。え、人間さんこんにちは。星民はコピミンの星民です。どこか痛いですか？どうやら腰を痛めちゃったみたいでね。このままじゃ仕事ができないよ。どういうお仕事をされてますの？ここに原木がたくさんあるだろ。原木を回収して木炭にするのが私の仕事さ。今日は大量に木炭の注文が入ってるから休むわけにはいかないんだ。困ったな。なるほど、ふむふむ。こういう時は星民の出番なのです。星民は他のコピミンより力持ちで体力があるからね。こういう力仕事にはもってこいなのさ。そういうこと。ということで星民を手伝いするのです。仕事を手伝ってくれるのかい？気持ちは嬉しいけど原木は重いし大変な作業なんだ。小さな君たちではとてもできる仕事じゃないよ。確かに体は小さいけど星民のパワーはすごいんだぜ。ぜひお手伝いさせてください。そうかい、それじゃあお願いしようかな。星民にお任せあれ。それじゃあそこに置いてる斧を使って原木を回収してね。回収した原木は家の中のかまどに入れてくれるかい？わかり申した。星民お仕事頑張るのさ。応援してますの。ありがとなのです。よいしょ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 。ふう、全部回収できました。やっぱり星民のパワーはすごいわね。ああ、私たちじゃできない作業量なんだぜ。褒められた。あとはこの原木をかまどの中に入れるのです。お邪魔します。かまどいっぱいありました。壁一面かまどなんよ。木炭屋さんは大変なのさ。人間さん原木全部かまどに入れました。すごい、本当に全部回収してくれたんだね。これでお客さんに木炭を届けることができるよ。コピミンさん本当にありがとう。とんでもないこともない。どっちかな。ランラランラランラン。褒められてご機嫌の星民。人間さんのお役に立ててよかったわね。良すぎました。あれだけ気をつけろと言ってたのにどうしてくれんだ。おや、近くで怒鳴り声がしますの。あそこにいる人間さんかな。喧嘩良くない。星民行ってくるのです。人間さんこんにちは。星民はコピミンの星民です。どうして怒ってるですか？コピミン、申し訳ないが今忙しいんだ。話なら後にしてくれ。およよ、お邪魔だったみたいね。君たちごめんよ。親方も悪気があって言ってるんじゃないんだ。ただちょっと今は緊急事態でね。緊急事態？もしよかったら何があったか教えてくれませんか？あたいたち力になれるかもしれないのさ。俺たちの仕事はここで鉱石を掘ること。今日もいつも通り鉱石を掘ってたんだけどね、今親方に怒られてる。あいつネザライトのツルハシをマグマの中に落としちゃったんだ。ネザライトのツルハシはすごく貴重だから絶対なくさないようにって親方にいつも言われてたんだ。それで怒られてるのか。ネザライトのツルハシはマグマに落ちても消えないけど、さすがにマグマの中に取りに行くわけにはいかないからね。こればっかりは仕方がないよ。なるほど。こういう時は私の出番じゃない？じゃない？私は赤コピミン、火やマグマを得意とするコピミンよ。マグマの中に落ちちゃったツルハシ私が取ってきてあげる。取ってくるだって？冗談はやめてくれ。マグマの中なんかに入ったらお前さん灰になっちまうぞ。それが大丈夫なんだよな。ふふふ、そういうこと。ということでお説教はそれくらいにして少し待っててちょうだい。ネザライトのツルハシを落としたマグマはどこにあるんですか？この先を進んで階段を降りたところさ。階段ね、ありがとう。親方さんすごく怒ってました。ネザライトは貴重やからね。気持ちはわからなくもないけど誰にだってミスはあるんよ。きっと親方さんは一時的に感情的になってるだけですの。ああ、早くツルハシを渡して落ち着いてもらわなきゃな。そうね。よし、着いたわよ。わわ、熱々マグマ。こんなところでみんな毎日お仕事してるんか。大変なお仕事なんだぜ。さあ、それじゃあマグマの中に入るわよ。うん、見てるだけで熱いのさ。ツルハシ。拾えたみたいです。よかったです
ますの。よし、それじゃあ親方さんたちのところに戻るわよ。親方さーん。はい、ネザライトのツルハシです。これはお前さんたち本当にあのマグマの中に入ったのか。えへへ、入っちゃいました。これは俺の親父の代からずっと大事に使ってるツルハシなんだ。君たちはコピミンだったかな。本当にありがとう。とんでもないです。親方本当に申し訳なかったです。俺どうやって責任を取ればいいのか。いや、俺もつい感情的になっていろいろ言い過ぎちまった。ごめんな。お前は仕事熱心でほんと感謝してるんだ。これからもよろしく頼むよ。親方ありがとうございます。大変だ大変だ。お前は洞窟班の責任者か。どうした。洞窟が、とにかくこっちに来てください。今日はトラブルが多いな。すごく大変そう。私たちも行ってみるんよ。これは一体どういうことだ。多分昨日の大雨の影響でしょう。完全に入り口を塞がれちゃいました。すみません、よろしければ状況を説明していただけませんか。ここは洞窟につながる入り口なんだ。入り口なんてどこにもないのさ。ああ、それが問題なんだ。昨日の大雨の影響で山の石や土が流れてきたみたいで入り口が塞がれちゃってるんだよ。俺たちで石や土をどければいいんだけど今日は急ぎの仕事があるんだ。このままだと絶対に間に合わないよ。なるほどね。ここはあたいの出番じゃん。そうみたいですの。あたいの硬い体ならこれぐらいの石や土一瞬で壊せちゃうのさ。気持ちは嬉しいけどさすがに小さな君たちじゃ無理だよ。大丈夫大丈夫、私たちに任せてください。ということでみんなちょっと離れててほしいのさ。わかったよ。でもほんと無理しないでね。ああ大丈夫じゃん。それじゃあ行くのさ。あっという間に道ができた。さすがクロミン。えへへ、とんでもないこともないのさ。どっちなんだよ。よし、これで洞窟に繋がったのさ。親方さんたちに報告しに行きましょう。むむむ、ホシミンどうした？洞窟の奥から嫌な声がします。洞窟の奥？ヤババ、なんだこのゾンビたち。これじゃあ人間さんたちがここでお仕事できないんだぜ。こんな時は私の出番ですの。そうか。白コピミンの白ミンは毒を持ってるのさ。私の毒の効果で大量のゾンビをまとめて倒してみせます。周りのゾンビが一瞬で毒になったんよ。毒毒攻撃すごい。うふふ、あとはこのままゾンビに毒が回るのを待つだけですの。あれだけいたゾンビがあっという間にいなくなったんだぜ。相変わらずすごすぎた。うふふ、これで最後。平和な洞窟に戻りました。シロミンさすがなんよ。お役に立ててよかったですの。モンスター退治もしてくれたのか。本当にありがとう。何かお礼をしてあげたいんだがどうしたものか。ありがとうで十分なのさ。私たちはただ人間さんのお役に立ちたかっただけですの。そういうこと。おい、コピミンたち。あ、ロケットの人間さん。待たせちゃってごめんね。無事にロケットが治ったよ。もう治ったん。さすがロケットのプロ。人間さんありがとう。それじゃあそろそろ帰るか。もう帰っちゃうのか。寂しくなりますね。コピミン今日は会えてすごく嬉しかったよ。またいつでも遊びに来てね。絶対に遊びに来るわ。かわいい妖精さん風船取ってくれてありがとう。次会った時は一緒に遊んでくれる？ああ、いっぱい遊ぶんだぜ。こうしてコピミンたちは惑星 CPM315 に帰っていったとさ。めでたしめでたし。ここをこうして、あとはここをこうすれば、よし、動画できたんよ。前回のコピミン動画もショート動画もいっぱい見てもらえて嬉しいんよ。今回のコピミン動画もいっぱい見てもらえたら嬉しいなぁ。さてと、一旦リビングに行って休憩しよっと。え？今のってもしかしてコピミン？なんてね、ほんまにおるわけないんよ。